詞曲をよく打たれる方はぜひ試してみていただきたいなと思います。こんにちは、柳沢です。前回までで星の一見高挟み定石の主要な変化を一通り押さえました。で、今回はどういう布石の配置の時にこの定石が威力を発揮するのかということをお話ししていきます。それはですね、例えばこういう状態です。ここにかかられた時。これはもう絶好の一見高挟みを使う配置と言っていいと思います。これ第1回目にお話した通り、模様の5とか攻めの5が好きな方におすすめなんですね。例えばこれで低く挟むと、白から飛んで、こうかける打ち方がありますね。で、こうなるともう模様の5にならなくなってしまうわけですね。ですので、まず高挟みはそれを防いでいます。で、まあもし三々に入ってくれば、この配置でしたらもちろんこちらから押さえて、まあこの定石になりますね。はい。まあこれでこちらが黒の模様になって、まあこんな感じで展開していくことになると思います。で、まあこれもし飛んできた場合は、まあ、これコスミつけたいですね。こうなって、まあ、前回やった定石ですね。こうなりまして、この角を打って、こう受けておくと。はい。これも、まあ、こちらがいい模様になりますね。これも黒好調だと思います。で、これはですね、この配置じゃなくて、こっち側に、例えば白が、こういると、これは黒があまり良くないです。これは白に、まあ、この辺にこう打たれまして、これむしろこの壁が攻めの対象になってしまいます。こういう配置の時は、この定石を選ばない方がいいですね。次におすすめするのは、こういうケースの時ですね。こういう布石も非常によく見かけます。ここで白がこうかかってきたときに、まあ、もちろんこの手もよくあるんですけれども、まあ、ここで一見高挟みすると。で、ここで三々に入ってきたら、今度はこちら側押さえますね。で、まあ、この定石を選んでいくのがいいと思います。やはり5はですね、前に打った石を生かすのが大事ですから、まあ、せっかくね、ここに構えてあるので、こちらに厚みを作って、こちら側を模様にしていくと。いうのが黒の狙いですね。はい。まあ、次に飛んできたとき。まあ、これもやはりコスミつけてみたいと思います。これはまあ、こんな風に。進みまして、で、今まで解説してきたのと少し違うのは、ここにもう黒があるというところがちょっと違うんですけれども、この場合はですね、こう打って、この時に、まあ、こう構えておいて、これでいいと思います。まあ、これもですね、黒がこっち方面もこっち方面も頑張ってしまおうという、まあ、そういう戦略ですね。これも非常におすすめです。というわけなので、例えば6子局を打たれる方なんかは、もう、大体一点で、ね、白どっかにかかってきますから、もう、必ず一見高挟みをするチャンスがあるということになります。まあ、これ、6子局をよく打たれる方は、ぜひ試してみていただきたいなと思います。まあ、これ慣れるとね、非常に使い勝手のいい定石なので、ぜひ使ってみてください。はい。というわけで今回はここまでです。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。ありがとうございました。